はい、どうも、タンジです。信長の野望天正騎士ナリオ語津軽家やっていきたいと思います。現在こんな感じですね。織田家と同盟組んでるんですが、ここで解消したいかな。一旦待つか。ここ、いや、ここき、もう切っちゃいますか、敵で。あ、と思ったら動けない。ダメですね。一旦ターン終了します。手切れすんのにも行動力が必要だ。あ、武将動かなきゃいけないんですね。くそ。手切れしてたら織田家の武将こっからいなくなっちゃいますからね。あ、また津軽県の城を取られた上に、空いてる城まで取られちゃいましたね。まあ、そこら辺はちょっと無視します。多分、織田家と戦ってると、退却せざるを得なくて、後ろに下がるんじゃないかと思うんですよね、私が。その時にでも、ちょっと取り返そうかなっていう感じですかね。できればこの織田家が西側を統一する前に攻めていきたいんですけどね。早いな。みんなで頑張ろうぜみたいにできればいいんですけどね。誰も民たちの方で漫画ってなってますけど、別に民衆とかは下がんないですね。あー、織田家全然武将いないな。あ、ここに8人いる。ここまで行って8人倒しちゃった方がいいですかね。佐野佐野が滝川一正とか捕まえてます。佐野とちょっとあんまり当たんないようにして、この向こうの城が嫌ですね。あそこ取るのめんどくさいんだよ。島の向こうのところとか取れないですもんね、ここのターンから。まあいっか。いやでもここ取ってもな、微妙だよな。悩ましい。織田家がちゃんと津軽為信がいる城を攻めてきてくれればいいんですけど、空いてる城をどんどん攻めてって東北の方にまで行かれちゃうのが一番めんどくさいんですよね。だから隙間なくちゃんと攻めていきたいんですが、あの島向こうのね、海の向こうの城がちょっとめんどくさいですね。でここThank you.
その先に敵の武将がどこにいるか見とけばよかったな。さっき徴兵してないですね。ガバがひどい。今一人城にこもりました。この春日山城の落としたらどっちに武将が逃げるのかってところが結構重要ですね。海津城の方に逃げていくと。ってことは下ですかね。こっちか。鉄砲の兵士が城に逃げちゃったよな。ああ、こいつ撃たれんな。ああ、でも鉄砲いいですね。じゃあ無理やり行っちゃうか。ついにね、鉄砲隊と戦争しないといけない。失敗したかな。ここから壁登った方が良かったですね。撃たれないで済んだ。まあまあ別に50何兵もいれば減らされてもいいかな。ああ、捕まんない。ああ、柴田勝家に逃げられた。ああ、でも結構捕まりましたね。1、2、3、4、5、6。6人。もう行動は使っちゃってんだもんな。お、174。多いですね。加藤清正がいる。めちゃめちゃ撃たれたから士気が下がってますね。よし、ここは逃げますか。お、鉄砲エースの稲富がいるっぽいっすね。先に切っときたい。あ、そういや徴兵してないな。あ、倒した。そういえばコロナウイルスのワクチン2回目打ったんですけど、2回目打った次の日の夜から8度南部って出てしまって、
打った次の日の夜と、まあその次の日も8度ずっとで、でさらにその次の日も朝8度で、会社2日も休むことになっちゃいましたね。もう、あ、コロナウイルスね、コロナになったらやばいんですけど、副反応がきついっすよね。あ、ここ取っちゃうと、おだけるように攻めていけないかな。まあ、いっか。柴田勝家切れましたね。微妙なとこになっちゃったな。お、ここすごいな。ことが攻めたらみんな味方してくれんのかな。あ、いいっすね。みんな織田家の敵かな。できるだけ織田家攻めて武将切りまくっていきますか。なんか宝庫って感じですね。うわー、この鉄砲武将一人か。でも撃たれんの嫌だから暗殺していこう。武蔵松山城、名前変わってるっぽいですね、これ。おお、火攻め。北条家とかこの頃あんまり強い武将いないですからね。多分織田家とまともにやったら結構あっさり負けちゃいそうですね。なんか覚えたかな。一括覚えましたね。これはラッキー。どこかな。これ違うな。こうか。
収入とか途切れちゃいますけど、別に収入なんてどうでもいいので、ガンガン攻めていきましょう。ガンガン切り込んで、ガンガン切るってのがね、大事。あれ？全然登れない。さあ、城を取りましたと。これもう一回攻めたいですね。また2匹切れたと。織田家の武将が、お、169もいいんですね。多いな。この辺に5と12、多い。ここ切りたいな、いっぱい。武田家が、うん、武田家ボコボコですね。164。武田も敵になっちゃうかな。あ、不参戦。これ兵数負けてますけど、多分戦勝てるので。お、義義高がいるな。お、北条綱重が鉄砲シーマンだ。クキーファーしっかり暗殺しときたい。よしよし。で、ここ張ってりゃこっち来るかな。よし。お、だいぶ行きましたね。捕まえた。ナイス。で、この右側の城に多分ここら辺に敵がいっぱいいたんですよね。小田原城。ああ、でも小田原城落としたらもう時間なくなっちゃうか。しかも鉄砲が守ってると、くそ、結構落とすの大変ですね。挑発とかあればね、鉄砲もそんなに苦じゃないんですけどね。まあでもここはしっかり小田原城を落として何人か捕まえたいなっていうところですね。お、3回でも落ちない。この戦闘力あんのに、本丸ゼロにするのに4回もかかりましたね。めちゃくちゃ硬い。さあ何人捕まる。1、2。うわ、結構逃げられるな。全然捕まんなかったですね。これはさすがに間に合わないよな。隙だけ上げとこうと思ったのになんか変なことしちゃいました。まあまあ4人倒せましたね。ターン終了します。
小竹がここ攻めてくれるといいんですけど。ん？あ、武田家が攻めたんですね。いや、いいな、いいな。これは武田に便乗して、織田の城を取っていきたい。ちょっとどこに武将が何人いるかがわかんないのが、ちょっと困りますけど、多分ここにはいっぱいいるかな。武田に武将取られちゃうとね、斬首してくれないですからね。おお、登れないな。私がしっかり取って斬首したいところですが、ニラ山城だっけな、これ取って、お、結構捕まりましたね。こっちの城に行っちゃったな。まあ取られるのはしょうがないでしょう。ここに多分二俣城にいっぱいいた気がするんですよね。まあ武田家に武将が行っちゃうのもまあしょうがないかな。まあ別に浪人になるわけじゃないね。浪人なのが一番困るな。結構捕まりましたね。なんで私が攻めた時はあんまり捕まんないのに、武田家が攻めた時はいっぱい捕まるんですかね。二人で攻めてるからかな。ここね、まともに攻めると大変ですけど、壁登りすると2つ登れば終わりだから意外とね、楽ですよね。また私のこと巻き込んで戦争してくんないかな。あれ？あんまいなかったな。あ、もう一個上か。もう一個上でしたね。勘違いだった。まあいっか。これはもうこもりましょう。まあでも二俣城を攻めた、あ、取ったおかげで、多分武田が次もう一回攻めるとしたら、巻き込んでくれるか。解放解放。随分解放されました。あ、織田家が私の城を攻めたと。秋次郎ね、どんだけ叩いたって意味ないですよ。さて、3人、武田家の戦力が結構増えたなって感じですね。これはもう上側攻めていくか。どうしたもんかな。
大久保にしとくか。なかなか入らない。ああ、決まった。ここ一回徴兵しとかないとボコボコにされちゃいますね。さあ攻めに行くか。こっちに来てるこの鉄砲隊のやつ、こいつは逃がさないで借りたいんですよね。よしよし、これが鉄砲のね、弱点でもありますよね。撃てちゃうとこの地形悪いのに撃ってきちゃうっていうね。あー、捕まんないか。残念。結構壁登り失敗しますね。忍者属性じゃないから。結構だけももう大きくなって余裕が出てくるせいか、城郭地とかもね結構上げたりするんでね。お、捕まえたぞ。お、捕まえたぞ。あ、逃げられた。長篠城に逃げたと。いや、無理だな、これ。S でも無理ですよね。ダメだな。しょうがない。2人と、2人倒したと。5人、3人。1人。3人。2人。4人。兵士がいるところの方がいいっていうのもあるんだけど、まあ、いっか。ああ、いや、いっか。上にしよう。悩ましいっすね。オリを倒して、いいですね。早い。高東城と左側の城攻略しますか。斬首してるうちに家宝とか手に入ればいいんですけどね。戦闘146。2発な、あー、やっぱ3発か。待ってくれ。一人だけか。岩村城ってことはさらに左側の城ですよね、多分。ここも取れるかな。戦闘146じゃやっぱ3発のところ多いっすね。
お、野球打ち覚えた。野球打ち覚えたか。なるほど。野球打ちだったら稼ぎしてもいいっすね。一人。この辺に武将が多いんですよね。あ、フンポコ太郎いる。鉄砲隊多いな。あ、Cが2人もいるな。よろしくないですね。守るか。 C の鉄砲隊はちょっとあんまり相手にしたくない。いやー残念、切れればよかったのに。待ってよ、これは鉄砲隊が入ってきてから暗殺したいっすね。ナルセ、ナルセっていうのが鉄砲隊っすね。よし、倒せた。お、捕まえられましたね。いいですね。お、また捕まった。全員捕まりましたね。さて、どうしようかな。琵琶湖城に移動してもいいんですけどね。琵琶湖城に移動しますか。はい、じゃあ今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。